テッドがいなくなった。いやテッドねあの、えー、ここにいるんですけどもなんかあのここに置いておくとですねあまりにも目線が気になるというのでですねちょっと場所を移動してですねこっちに行ってもらいました。入っててください。はいよ監禁ですね監禁というより軟禁ですねテッド視聴者プレゼントで欲しい嫌です、えー、すごく嫌です。 え窮屈そうですね。あ目が合うでしょう、みんな。で、いつもの場所にはあのムーミンパパがですね。これあのムーミンパパ海へ行くの絵でですね。あのムーミンパパがですね、文明世界を捨てて。 えー、家族と一緒に作者、ね、の,の東米ヤンソン自身が途中で人生嫌になって世界が嫌になってまあ離れ小島行くんですけどもですねそれと同じようなことをして離れ小島行ったんですけどついついパパはですねそこであの漂流物のです、ね、ウイスキーを見つけて拾ってしまってアル中になってしまうと。 何で「嫌でですすね。ね。さらに酒を飲むいいうです、ね、悪いパターンのある中でですね。<laughs> なんで東米アンソンムーミンパムーミンダニ」シリーズでそんなのをそれも最後の「ムーミンダニ」シリーズでそれを書いたのか全く分かんないんですけども <laughs> なかなかですねあのなんだろう悲しい感じっていうのかなあのムーミンシリーズっていうのは楽しあのムーミンシリーズというのは桃米アンソンが書いた時には童話としてではですなくてですね なんだろうな、偶話っていうとかですねアーティストが世界をどういうふうに見てるのかっていうふうに書いたはずなんですけどだん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 そのイギリスで漫画化されたことをきっかけにですね子供向けの童話みたいにすごい。 思われたんですねで。それをひっくり返そうとそのムーミンパパの思い出を書いてですねでムーミン一家の中でもです、ねまあ、あのムーミントロール自身が出てこないムーミン一家が出てこない、えー、ムーミン大の冬っていうのを書いて最後にそのムーミンパパは海へ行くということでこの世界を捨てて、えー、一家がです、ね、不安の中孤島で暮らしてでムーミンパパはです、ね、アルチューになりムーミンママはですね あの家庭菜園を作ろうとするんだけどもところがそこの島にはですね草木が生えてないんですねでしょうがないからですねワカメとか昆布を拾ってきてです、ね、岩の上に並べてですねなんとかこれが畑に見えないのかっててずっと見てるってですねママも病んでるパパも病んでるってですねでムーミントロールはムーミントロールで,です、ね、海を見てるとですね海馬っていうです、ね、海の上を走る2頭の馬がです、ね、こう走ってきてですね山木そこにあのぬいぐるみあるんじゃない後ろの段にちょっと通ってくれる はい、ありがとう。これがあの「海馬」ってやつなんですけどもですね、えー、その小説の中で,です、ね、この世の中で一番美しい生物っていうことになってるんですねでこの海馬を見てですねムーミントロールはずっとです、ね、憧れるってこの海馬があの同じやつがです、ね、2頭あってです、ね、こいつがこうバーッと海の上走ってるんですよ。でムーミンがそれに憧れていつか自分もなれるのかもしれないと思ってですね憧れの目線で見てるとです、ね、その海馬が笑いながら2頭が笑いながらこうムーミンのことを 話すんで,すね、で、ああ、あのブサイクな生き物を見て私たちみたいになれると思ってるのかしら、私たちは完璧なのにね、あんなブサイクな生き物が私たちは憧れるなんて、本当にお笑い草だわって言って、笑いながらこう去っていてですね、これがムーミントロールの初恋でですね、めっちゃ凹むっていうですね、パパある中、ママ何か神経衰弱、病んでいるムーミントロール、えげつない初恋の終わり方っていうですね、なんでこんなのをムーミンシリーズの最終作にして したんだっていうですね。<laughs> まあなんかあのそんなやつですね。なかなかいいです。あの、雑貨屋さんで見つけたんですけどですね。ウミウマのぬいぐるみっていうのはまあなかなか見ないんでですね。<laughs> その他にもあのうちにあのモランって言われて、なんかこうそういう微妙なものばっかりぬいぐるに欲しくなるんですけど、<laughs> ちょっとそのモラン取れますか？<laughs> そうですね。冬が長い国の住民はやむよねって書いてあるのはその通りですね。えー、モラン、あの今カメラをやってるですね山脇が撮ってきてくれたんでしばらくカメラ動くのに時間かかりますけど <laughs> こいつが「モラン」ですね、えー。これ「モラン」っていうのはですねムーミンシリーズに出てくる、まあ、怪物でテレビアニメも出てくるんですけども実際はですね身長がこれ45メートルぐらいですかね。あのー タウンスぐらいのサイズがある生き物で,です、ね、これなんで花を持ってるのかとモランっていうのは周りを凍らせるんですよ超低温生物でですねで、えー、マイナス80度かですね100度ぐらい周りしてるんでモランの周りはいつも氷が張ってるんですねでそれゆえにモランはですね人が恋しくてですねいつも花を持ってだってモランが持った花は凍ってるから永遠にバラが枯れないんですよでこれでなんか誰かと友達になってほしくてですね氷の中をいつまでもさまよっているってやつです。<laughs> ムーミンたちはそれを見てです、ね。 モランがまた人があの寂しくて呼んでるなとかでもあれに近づくと死んじゃうんだよねみたいな話がですね <laughs> シリーズの中にところどころ出てきて全く救いがないというですね <laughs> もうなんかこのウミウマとかモランとかですね病んでる明らかに。<laughs> <laughs> 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 そうっす。ムーミンシリーズっていうとだからそのスナフキンとかですねチビのミーとかですねそういうのばっかり有名ですね雑貨店に行ってもグッズはですねまあムーミントロールであの、まあ、スナフキンのお嬢さんですね、えー、であのー、あ、の、スノークのお嬢さんスノークのお嬢さんで、えー、スナフキンチビのミーばっかりあってですねな、ななんんで、なんでこの こんなかっこいいキャラがありながらですね <laughs> こいつを雑貨屋さんを作らないと思ってたまにこういうぬいぐるみ見つけると嬉しくて買ってしまいますというというわけですいません全く余談に流れてしまいました大概、うん、どっか病んでるからなそうですね「ノンノン抹殺」ああ「ノンノン、ノンノンねスノークのお嬢さんとは言いますが <laughs> フロイラインとか「ノンノンとかそういうアニメっぽい言い方は <laughs> まあいいや